ある習慣さえ意識すれば、何歳からでも痩せ体質を作ることができるんです。最後まで見ていただければ、今日から取り入れられる更年期太り対策3ステップがわかりますよ。こんにちは、松田理恵です。皆さんは年々痩せにくくなっている、もう年だからしょうがない、同じ年でもスリムの人はそういう体質なんでしょう、なんて思ってはいませんか？いや、思い込もうとしていませんか？確かに年を重ねていくと若い頃よりも痩せにくくなるのは事実。しかし、薄々気づいているとは思いますが、太りやすく痩せにくくなってしまったのは決して年齢のせいだけではないんです。逆に言うと、ある習慣さえ意識すれば、何歳からでも痩せ体質は作ることができるんですよ。ということで、今回の動画は40歳以上の方は必見、アラフォーからでも痩せる更年期に効果的な食事ダイエット法というテーマでお伝えをしていきます。最後まで見ていただければ、今日から取り入れられる更年期対策3ステップがわかりますよ。お見逃しなく。それでは今日のテーマいきましょう。まず、更年期になると太りやすくなる原因からチェックしていきますね。その原因は大きく分けると2つあります。更年期に太りやすくなる原因の1つ目、基礎代謝の低下。これは身をもって体感している人も多いと思うんですが、なぜ年を重ねると基礎代謝が低下するのか、本当の意味で理解できていますか？そもそも基礎代謝とは何かというと、私たちが生きていくために勝手に消費されるエネルギーのことを言います。例えば、体温を調節したり、心臓を動かす、息をするなど、当たり前に動いてくれる機能、ただ生きていくための最小限のエネルギーの量ですね。そして、この基礎代謝量はなんと代謝全体の約7割も占めているんです。つまり、痩せ体質を作るためには基礎代謝アップが必要不可欠と言えます。しかし、基礎代謝量というのは年齢を重ねるにつれて年々低下していきます。これは筋肉が落ちたり細胞の老化などが原因。そのため、これまでと同じような生活スタイルや食事をしているだけで、なぜか太っていくという不思議現象が起こるわけです。しかも、女性の場合は30代を超えると何もしないと1年ごとに 1% の筋肉が減っていくとも言われています。さらに、女性は筋肉が一度落ちるとつきにくくって、男性に比べて20倍も筋肉がつきにくいっていうデータもあるほどなんです。そのため、更年期太りを回避するためには、筋肉を今よりも落とさない工夫っていうのが必要になってくると言えますよね。更年期に太りやすくなる原因の2つ目です。ホルモンバランスの乱れ。これも更年期太りの原因として理解されている方が多いかもしれません。しかし、女性ホルモンのバランスが乱れると、なぜ太りやすくなるのか。その原因は、女性ホルモンの一つであるエストロゲンが関係しています。というのも、このエストロゲンは女性らしい体を作るだけではなく、皮膚、骨、筋肉、脳、自律神経など、体を正常に保つためのいろいろな働きに関係しているからです。特にダイエットと直結しているのが、筋肉量の維持や悪玉コレステロールの減少、食欲抑制作用や内臓脂肪の減少、自律神経を整える作用などですね。そのため、年齢を重ねてエストロゲンの分泌が減っていくと、痩せにくく太りやすい体になってしまうんですね。ちなみに、更年期によく起こる症状の一つに、ホットフラッシュと呼ばれる急激なほてりや発汗などがありますよね。これはエストロゲンが減少することで自律神経が乱れるために、発汗や体温調節機能が不安定になってしまうからだと言われています。このように40代以降って、こうした体の不調に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。しかし、これからお伝えする3つのことを意識していただければ、ダイエットも更年期症状もまるっと解決できちゃうかもしれません。ということで、次に、更年期太りや更年期症状に対抗するための3つの対策をご紹介していこうと思います。
更年期太り対策の一つ目です。3食ご飯を食べる。40代以降の女性って様々なこといっぺんに抱え込みやすい時期だと思うんですね。例えば育児や介護に加えて責任のある仕事を任されるようになったり、こうして毎日慌ただしく過ぎてしまって食事にまで気を使ってられない、なんなら食事を抜いてしまうことも多いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。皆さん本当に毎日お疲れ様です。しかしどうかですね、食事だけは抜かないでいただきたい。なぜなら3食美味しく食べるだけで代謝の低下の予防につながるからです。3食の中でも特に朝食が大事。というのも朝食を食べることで1日の体温が上昇して基礎代謝のアップが期待できる。このように食べるという行為自体が熱を生み出す行為なんですね。ちなみに体温が1度下がると代謝は 13% から 14% も低下すると言われていますよ。なので35度台が平熱ですという方はまず朝食を食べましょう。また3食しっかり食べることで規則正しい生活リズムになって自律神経が整うということも期待できます。先ほどお伝えしたように自律神経の乱れは更年期症状の悪化にもつながりやすいので健康のためにも意識したいところです。とはいえ今まで食べない系のダイエットをしてきた方からすると3食しっかり食べるって結構勇気がいることかもしれませんね。実際私の公式 LINE や YouTube にも本当に食べて痩せるのか不安ですというメッセージいただくことは多いです。しかし1食や2食だけの時よりも3食食べるようになってからの方が食べる量が増えたのにダイエットも進むし体調も良くなりましたという声もねたくさんいただいております。3食食べることで太る原因となるお菓子にも手が出にくくなるので一石何鳥っていうくらいねいいことづくめなんですよね。ただどうしても3食食べることが難しいという方はまずは次にお伝えするものだけでも取るようにしてみてください。更年期太りの対策の2つ目です。タンパク質を意識して食べる。先ほど年を重ねるごとに筋肉が落ちて基礎代謝も低下するとお伝えしました。そのためには当たり前ですが筋肉を落とさないようにすることが大切です。この時運動や筋トレをすることはもちろん効果あると思うんですが、その前に大事なことはそう筋肉の材料となるタンパク質をね取ることですね。それが抜けているからあれよあれよという間に筋肉が落ちて代謝もどん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 低下していってしまうんですよね。しかもタンパク質というのは筋肉だけではなく髪や肌、臓器、ホルモンを作るための材料でもありますし体温アップのためにも必要な栄養素なので40代以降の美しさと健康を保つためにもタンパク質の摂取っていうのが重要なんです。しかもタンパク質って食べダメができないんですよね。なので先ほどお伝えしたように3食でしっかりとっていくことが大切。1食取る量としては手のひら分程度、タンパク質量でいうと 20g 程度を目安にしてみてください。タンパク質のダイエット効果やおすすめの取り方についてはプロテインダイエット、基礎代謝を上げて痩せるタンパク質の取り方というこちらの動画がおすすめです。概要欄にリンク貼っておくのでまた見てみてください。ちなみに更年期以降の女性のタンパク源として特におすすめな食材が青魚と大豆製品。まず青魚に含まれる良質な油はエストロゲンの減少によって血管がもろくなりやすい更年期の女性には積極的に摂っていただきたい食材の一つです。しかも青魚にはタンパク質の分解に必要なビタミン B6 っていうのも豊富なので効率的に代謝アップができるんですね。また大豆製品からはエストロゲンに似た働きをしてくれるイソフラボンを摂ることができます。ちなみにタンパク質をしっかりとっている女性は更年期の症状が現れる時期が1年半から3年ほど遅くなるという研究結果もあるそうですよ。更年期太りの対策3つ目です。肝臓を守る。肝臓を守ると言われてもね、何のことだかさっぱりですよね。まず肝臓とは解毒や代謝に大きく関わってくれているまさに肝心な臓器なんですね。そして基礎代謝のうち大量にエネルギーを消費してくれるのは実は筋肉ではなくって肝臓なんです。具体的な数字で言うと基礎代謝のエネルギー消費の内訳は筋肉が約2割、肝臓が約3割、つまり肝臓は筋肉の約 1.5 倍もエネルギーを消費してくれるんですね。なので代謝アップのためには運動よりも肝臓を守ることが大事。ここでおすすめな食材も大豆製品です。なぜなら大豆製品に含まれるアミノ酸には肝臓の再生を助ける働きがあるからです。
他にも野菜や果物の豊富なビタミンやミネラルも肝臓の大好物ですよ。特にニンニク、生姜、ネギ、ニラ、玉ねぎ、大根、ブロッコリー、キャベツなどには肝臓のデトックス作用があると言われています。匂いのきつい野菜と覚えておいてもらえるといいかもしれません。反対に肝臓が嫌いなものもあります。それは添加物や有害物質、過剰なアルコールです。また先ほどしっかりとってくださいとお伝えしたタンパク質や脂質も食べ過ぎは NG。 これらは肝臓での代謝に負担をかけちゃう可能性もあるものなので、肝臓が疲れてしまって代謝が低下しちゃう原因にもなることもあります。また肝臓が疲れる食生活を続けていると古い細胞や老廃物が体に残りやすく、同じ年齢の人より見た目が老けて見えてしまう可能性もあるんですね。その差を埋めるのは遺伝と生活習慣の影響で、生活習慣が約8割も占めていると言われています。このように毎日の食事の積み重ねが数年後、数十年後の見た目、体内の年齢を決めているんですね。なので皆さんは今日から美味しく正しく食べながら、更年期太り、更年期障害に対抗していきましょう。では最後にまとめていきましょう。更年期太りの原因を覚えていますか？1、基礎代謝の低下。2、ホルモンバランスの乱れ。更年期太りの対策、これ大事でしたね。1、3食でご飯を食べる。2、タンパク質を意識して食べる。3、肝臓を守る、でしたね。いかがだったでしょうか？当たり前だと言われている生活習慣が更年期を快適に軽やかに過ごすために必要なことだと理解いただけましたでしょうか？食べて痩せる体質は何歳からでも手に入れることが可能です。もうこんな年だからとね、諦める前に今日ご紹介した方法を取り入れて軽やかな日々を過ごしていただけると嬉しいです。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。また明日お会いしましょう。しくじからビューティー松田理恵でした。今日もごちそうさまでした。